にちは、味噌チューブです。本日はビジョングランピングリゾート&スパ山中湖さんへ来ています。山中湖インターチェンジから車で5分ぐらいというかなり高立地な場所にあるんですけれども、お手洗い、お風呂、サウナ、食事スペース、ドームテント、焚き火スペースがすべて自分のお部屋についているので、そこだけで完結するような宿泊施設となっております。はい、こちらが入り口ですね。入り口入ってすぐ左手に駐車スペースがあります。こちらに車を止めていただいてから受付をしていきます。駐車場の目の前、こちらが受付棟になります。はい、こちらが受付棟になっているので入っていきます。チェックインで一通り説明を受けたら、お部屋から追加注文などを依頼した場合以外は、基本的にもう人と接触はほとんどありません。人との接触が気になる方でも安心して楽しめる配慮がされています。ちなみにこちらの施設ではワークマンプラスと公式で提携をしており、無料でアウターを借りることができます。用意した服では寒かったとか、おしゃれしてきたはいいけど焚き火の匂いとか火の粉とか気になるって方もご安心ください。数に限りがあるので早めにレンタルをしておきましょう。こちらが全体図になってます。結構広いですね。今いる受付はここですね。で、今日私が泊まるのはこちら J 棟です。全ての棟から富士山が見えるので、どこ泊まってもいいですね。電気自動車の充電スポットもありますね。最新の電気自動車で来てもちゃんと充電させていただけるのはありがたいですね。バイクで来られた方用の屋根付き駐輪場もあります。もう後ろに富士山が見えますね。で、今ね、午後の4時頃ですね。それではお部屋に向かいますね。はい、ではこちらが今回私が宿泊するお部屋なので、お部屋の中を見ていきましょう。こちらが J5 のお部屋です。入って左手にすぐドームテントがありますが、こちらは最後にお部屋入っていこうと思います。正面まっすぐ入っていくと、すごいですね。これが焚き火スペース、焚き火スペースというか、ここでお外の雰囲気を楽しむ場所ですね。ちょっと立つとこうやって向こうの下の施設が見えたりするんですけど、座るとちょうどね、富士山だけが見える設計になっているようです。すごい計算し尽くされている空間ですね。夜はここでこうやって焚き火をするのはいいですね。ここにもね、ちゃんと水道がついてたりするんですけど、仲いいですよね、すごく。ドームテントはこんな感じですね。ドームからもしっかり富士山が見えます。ここに焚き火セットが用意されています。木箱の中にちゃんとスターターとかが入ってる。スターターというか、着火剤かな？着火剤が入ってて、あとこれ、なんて言うんでしたっけ？炎の色が変わるやつとか入ってるんですよ。ちゃんと焚き火もわかんない人用にこうやって焚き火マニュアルがついてるので、初めての方でも安心に使用できるんですが、それでもね、ちょっとできないっていう人は、フロントに連絡して、
つけに来てくださるそうなので、本当にもうどなたでもできるような設備になってます。ここにあの火バサミですとか、チャッカマンとか、グローブとか、薪も。これは焚き火の外でのちっちゃいサイドテーブルとして使えるそうです。これにね、飲み物とか食べ物とか乗せて、あそこに置いてね、やります。そしたらこっちの中見てみましょうかね。行きまーす。よいしょ。スリッパがあるので履きましょう。はい、こちらが全天候型食事室というお部屋ですね。すごい、もう言葉が出ないぐらい設備がすごいんですけど、まずこちらがバーベキューグリルですね。なんかもうすごい大きい、アメリカンファミリーサイズみたいな。でちゃんとね、使い方も店員さんも説明してくれますし、ここにも書いてあったり、夕食の作り方ももう全部もうすごい細かく綺麗に書いてありますので、誰でもできる設備となっております。もう今日の夕飯の準備もすでにもうセット済みとのことなので、このまんま店員さんとか何も注文することなく、もう自分で好きなタイミングで食事することができます。まな板も4個、包丁もいっぱいあります。お箸とかタオルとか菜箸とかアルミホイル、サランラップもこちらに全て入ってます。すごいですね。こちらテーブルになります。あそこになんか缶ビール専用のビールサーバーが置いてあったり、あっちにお箸とか塩コショウの調味料もあります。インフォメーション、あとはこちらにオプションのメニューとか他の注文できるメニューが書いてあったりするので、よく見て足りなければ注文などしてみてください。追加注文は専用アプリに入って注文することができます。お部屋の各箇所に QR コードが置いてあるので、読み取って操作もとても簡単で、アプリ内もとても見やすいです。こちらで好きなものを注文するとすぐにスタッフさんが届けてくれます。私は寝巻きを注文しました。もちろんスマホでなくても電話や直接受付にて注文はできますので、ご安心ください。私は電話が得意ではないので、とても利用しやすく大変助かりました。今時のサービス方法でとってもいいですね。あとはこちらの冷蔵庫なんですが、大きい冷蔵庫の方は中身がすべて無料のものでございます。でこっちの小さい方には有料のドリンクが入っているので使い分けてください。ちなみに無料の方がですね、失礼します、じゃじゃーん、無料のものだけでもかなりこんなんですよ、充実してるんですよ、ものすごく無料ですよ。これめちゃくちゃいいサービスですよね。お水も、あ、これすごい好き、ちゃんと炭酸水とかあったり、緑茶あったり、こういうのもあります。おお、すごい。夜の食事がここに入ってるんですけど、これはまた後ほどのお楽しみにするので、あんま見せません。調味料ですね、この基本の調味料が入っています。ここには明日の朝食のセットが全てもう用意されてますね。お腹空いたからってさっさと明日のご飯食べちゃわないようにしましょうね。ここが氷ですね、氷もちゃんとできてます。下がスムージーの材料の続きです。一番下は何も入っていません。ここですよ、有料のドリンクですね。飲む場合はこちらにチェックを入れて最後フロントで会計します。うわー、お酒の種類がね、すごい嬉しいラインナップだと思います。ご当地ドリンク、あとご当地ビールとかね、本当に充実してます。ここにね、すべてメニュー載ってるので、お酒好きな方はぜひ胃袋まで山梨漬けにしちゃってくださいね。子供用の椅子もしっかりと用意されてます。すごい親切。で、こちらですね。こちらにはドリンク用のグラスなど、マグカップもスノーピークですね。あと
コーヒーとか紅茶とかね、あと子供用の食器も入ってます。すごいありがたいですね。こちらにはティッシュとかオープナーとかね、これも食事する時のお水皿。うわーすごい。これでスムージー作るようです。コーヒーサーバーかな、あとホットサンドメーカーですね。ゴミ箱、あと使った食器などはここに置いといたままでいいそうです。洗ったりしなくていいと思うんです。すごいですね。はい、ざっくりとですが、食事スペースめちゃくちゃ充実してます。はい、それではお風呂場とお手洗いも見ていきましょう。玄関の方に戻ります。あそこにトイレと奥にお風呂場がありますよ。じゃあお手洗いですね。はい、お手洗いです。やっぱりできたばっかりだけあって綺麗ですね。1畳ぐらいのスペースですが、暖房もついてて暖かくなりますか。続いてお風呂場です。じゃじゃーん、うわーすごい、見てください。すごいです。なんかもうホテルかっていうレベルのお風呂ですね。ああ、すごいです。あ、雪肌精のクレンジングオイルかな。うん。あとはオリジナルの化粧品が置いてあります。これもね、受付でお土産で買えるそうなので、いいですね。なので、お化粧品類はいらないですね。私は今日こういうの持ってきてないです。個人的にね、嬉しかったのが、このヘアセット、わかりますか？ドライヤーがまああるのは最近ある場所多いんですけど、ヘアアイロンとかコテもここに用意されていて、もこれめちゃくちゃ嬉しいです。私が結構このコテをね、毎日使うので、いつも宿泊先ではこれ持ってくる感じなんですけど、ついてるんですよね。ね、なかなか高級旅館でもコテとアイロンまで置いてる場所ね、意外とないんですよ。これ、とっても嬉しいです。非常にポイントが高いのではないでしょうか。では、いきます。うわ、すごい、もう2台ある。広っ。めっちゃ広いですね。これ、個人棟のお風呂にしては広すぎるというか、すごいスペースがあります。ああ、贅沢な作りですね。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープがやっぱコーラですね。嬉しいですね。で、このシャワーヘッド、リファだそうです。サラサラー。細かいところまでお金がかかってますよ。こちらがお風呂です。露天風呂とサウナが設備されています。リクライニングチェアもこちらに用意されています。うわー。で、これ、まあ、人工なんですけど、温泉がありますね。これね、キャンプ場でよく見かけます。見えますかね？なんかこんな感じで。失礼します。おー、なんか結構広く感じる。広いですよね。あのバケツを天然水汲んで、ロール。するそうですね。結構ね、温度が低めらしいので、よくロウリュをするといいみたいです。ああ、もう気持ちよくさそうで、早く帰りたいですね。あったかい。早く帰りたいな。屋根を作ることもできるそうなので、雨天時でも安心してお風呂に入れます。それでは最後に
このドームテントの中を見ていきましょう。ドームテントの中はシングルベッドが4つ設備されています。クロックスと一番上の段にトレッドモックエコという履物があります。軽くて暖かく脱ぎ履きしやすくて焚き火中や施設内の移動に大活躍でした。これとっても嬉しいサービスの一つです。ハンガーやこちらに女優ミラー、暖房も加湿器もついています。すごい綺麗。床もね、統一感があっていいですね。もう一つとってもいいサービスだなと感じたのが、各ベッドに USB タイプ AC の充電器があることです。さらにランタンまで設置されていて、至れり尽くせりとはこのことだなと感じるサービスでした。設備が細かいところまでめちゃくちゃ行き届いてますね。すごいです。お、うわすごいね。なんかこれで色を変えられるんだね。まあ白がいいのかね。この色もいいですね。この辺にしとくか。すごい。もうそろそろ夕方なので、どうしよっかな。何しよう。いやー、こんだけ設備整ってるとなんか何でもできちゃうから、何していいか迷っちゃいますね。このクロックスを借ります。楽でいい、助かるな。焚き火のオプションもあるんですね。持ってきていただいたんですが、焼きマシュマロと焼き芋のセットですね。焚き火のオプションで注文することができるそうです。おつまみ類なども豊富にあるので、手ぶらでかなり良い過ごし方ができると思いますよ。着火剤。お、ついたついた。うわー、夕日に染まる富士山が綺麗です。お、いい感じに火が周りの木に移ってきました。
キマシマロで初めてやるんだな、実は。どうやってんの、かざすだけでいい。ここちょっと周りがこんがりすればいいってことか。わっ、なんか火ついてマシュマロが燃えました。最初から見て、これ大失敗しちゃったよ。恥ずかしいな。とりあえずこれ食べる。やだ。丸焦げになっちゃった。そうだよね、お砂糖の塊だし。でも周りがカリカリしてるけど。いただきます。美味しいマシュマロ。中の方がもちもちしてて美味しいや。今焚き火をしてて、結構火の粉とか煙とかがすごい出てくるんですけど、これが嫌な方っていらっしゃると思うんですが、このワークマンのコートを借りてるんですけど、これ着てるおかげで火の粉とか煙の匂いとか気にしなくていいのがめっちゃいいです。匂いが移るの嫌だとか、火の粉飛んで穴が開くとかが気になって焚き火しない方は結構いると思うんですけど、これだったら防御できるので安心ですね。しかもね、あったかいです。かなりあったかいです。はい、焼き芋って結構焚き火でやると私失敗しやすいんですけど、今回はお店の方がやってくれてるやつなので焼けてる気がする。お、わあ、ちょっと暗くて見えづらいのは残念ですが、ここめっちゃ美味しい、ねっとり激甘です。この焚き火の匂いもめっちゃいいよ。夕食のメニューで冷蔵庫に入っていたものですね。すごい。ホタテもついてますね。生ハムの盛り合わせも来ました。美味しそう。あと食後のデザートになんかフルーツポンチシャワーみたいな名前だったと思います。こちらにもミネストローネスープ。これはもう温めるだけ。仕上げにこれをかけるそうです。鶏肉をこっちに乗せればいい。で、他は全部シート、グリルシートって書いてあるから、じゃあ鶏肉だけ取っていきます。よし、お肉焼いていきます。野菜からの方がいいかな。とりあえずもうね、あったかいうちにいろいろ食べたいからどんどん焼いていきましょうね。
茄子とかさ、肉汁を油を染み込ませよう、茄子ちゃんに。感じですね、夕食は。これはね、バーベキューグリルでちょっと炙って食べるといいですね。魚、豚って、お肉と焼き野菜、生ハム、バーニャカウダの野菜、バーニャカウダ、何だっけ、ミネストローネ、スープも。お塩で最初いただこうかな。うん、おいしい。冷めちゃった。うん、トマトソースもあっさりしてて美味しい。さてはこの黒い部分を外して食べます。あ、ホタテ美味しい。あ、久しぶりに食べたな、ホタテ。うん、あったかい。うん、美味しい。8時半ぐらいなのですが、お風呂に入って温まりたいと思います。あったかい。このお湯は人工温泉とのことなんですが、めちゃくちゃ気持ちいいです。なんか本当あんま本物の温泉と変わんないんじゃないかって思えるほどすごいお湯が柔らかくて、なんだ、触り心地って言えばいいですかね。滑らかですね。なんかこのお化粧品類がですね、ここの施設というか会社のオリジナルだそうです。で、裏を見たらすごいなんか温泉の成分、コシカの温泉っていうところの源泉をそのまま使用って書いてあって、で肌につけ心地もすごい馴染みが良くてすごく良かったです。で敏感用とかあるので、使い分けできるし、このねミルクすごい良かったです。肌がねなんかしっとりもっちりって感じで馴染みが本当にいいです。いいですね、成分にこだわりがあるお化粧品はとてもありがたいですね。でこれは販売もしてるそうなので、お土産にもいいですね。
サイダーの噴水じゃ。美味しい。ではもう寝る前なのでカーテンを閉めてゴロゴロ寝る準備入ります。おはようございます。ゆっくり眠れました。富士山は今日は曇ってて見えません。朝食を作っていきます。このインフォメーションの中に作り方が書いてありますね。朝食はここの下の小さな右下の引き出しです。ちょっと出していきますね。レモン、なんかいろいろチーズとかコーンクリームスープが入ってます。そうですね。とってもいい時間を過ごすことができました。ありがとうございます。